悪いスライムじゃないよ。お待たせー。待ちくたびれたでやんすよ。ったく、女は支度が遅いよな。しずさん、どうした。学園の支配者か？それって50年代。炎の精霊、フリート。違いないでやす。伝説の英雄、学園の支配。お前たちもさっさと逃げろ。そんなわけにはいかねえ。俺たちの仲間でやすよ。ほっとけないわ。いたずらじゃないか。私はしずえ。お願いがあるんだけど。いいよ。何でも言ってくれ。私にかけられた、この世界が、嫌い。だから、最後の、お願い。いいよ。約束しよう。リムル・テンペストの名において、魔王レオン・クロムウェルにきっちりと、ユニークスキル、捕食者を使用しますか？イエス、シズさん。運命の人よ、永遠に覚めることなく。そっか、スライムさんは転生者なんだ。そうだ、面白いものを見せてやるよ。大賢者、思念伝達で、シズさんに俺の、了。戦争が終わって、平和になったよ。俺はこっちの世界でも、みんな、シズさん、大丈夫かな？我が主！こうして、何ということもない、普通の人生を歩むはずだった男は、通り魔に刺されて死亡し、異世界に転生を、シズさんと約束したからな。スライムに見えるのか。ま、そうなんだけど。
個体名ランガからの思念伝達、星4から救援要請と推測。お前ら、事情は知らんが、うちの話し合いに応じる気はあるか？黒幕から出向いてくれると。同胞の胸、邪悪なる豚ど。真の勇気がただの罰。その度胸に敬意を。後悔するなよ。おやすみになって。
攻めになられて、あんなに簡単に。ここら辺にしないか。そろそろ。とぼけるな。あなた様の配下に加わらせていただきます。わしも目録したが、バカ。残念だったな。俺に炎は効かない。少しよく見ておけ。利用した妖術ではありません。どうする？まだやる？すさまじいな。少しビビってるな。だが俺も力ある種族、無念に散った同胞の裏、叶わぬまでも一心。まずいな、完全に裏目に出る。お待ちください、お兄様。この方は長谷だ。里を襲った奴と同じ。これだけの力のある魔人様が姑息な手段を用いて。少しは人の話を聞く気になって。もうこれいらないよな。そうなんだけど。ちなみにこの仮面はある人の形見だ。
触れ悔やみ続けるがいい。スライムの生きてるって素晴らしい。決めたのか。オーガの一族は先契約は。その後は自由にしてもらって構わない。俺たちに協力して国を作るもよし、旅立つのもよしだ。今日の晩飯はトカゲに決定っす。今は進化して鬼人となり、ちょうだい。鬼人とはオーガの中から稀に生まれる種族。体は一回りリムル様、シュナです。シオンです。リムル様につけていただいた名前。宗衛の名を賜りました。僕分かったな。オラはクロベエだ。ま、そうなんて。おお、俺がスライムに見えるのか。ま、そうなんだけど。よろしくね。私は頼られているのですね。いらしてくださったんですね、リムル様。ちょっと恥ずかしいですね。
てもお似合いですよ。お力になれて嬉しいです。リムル様、この服を着てみてください。